職員の渡り通路設置前の料金所都合地インターチェンジは、広島県山形郡秋大田町の中国自動車道のインターチェンジである。付近にある観光地三段橋、温イダムの最寄り IC。この都合地インターチェンジと、広島北ジャンクションの区間は、距離の長いトンネルが連続する区間となっていて、利用者は比較的多い。都合地インターチェンジのすぐそばに、 道の駅ライムとゴ内が設置されている。中国自動車道のトンネルも参照広島北、ジャンクションかけスマート IC 及び都合地インターチェンジまでの区間は、ほとんどが1キロを超える、長距離トンネルが連続している。走行の際は注意したい。広島北ジャンクション、ゴズ山トンネル、平トンネル、船場トンネル、清志会トンネル、三谷トンネル、かけ東トンネル。 かけしく BS、かけ西トンネルと合地インターチェンジ、3月23日から、中国地方で新たに4カ所高速道路から、道の駅の利用が可能となります。利用できる、道の駅、マイロード IC 千代田ライムと、合地6日一温泉、奥大線 E2A 中国道千代田インターチェンジ、と合地インターチェンジ、6日、市 i c e 7 3枚、 指導合腐 IC で実験開始。国土交通省中国地方整備局西日本高速道路株式会社。2020年5月3日閲覧。高速道路からの一時退出を可能とする賢い料金の実施について。国土交通省道路局。2020年5月3日閲覧。ありがとうございます。